皆さんおはようございます。今日は10月3日、今朝の6時51分です。静かな朝ですね。波もね、まあベタなぎではないですけれど、まあちっちゃな波で穏やかな海ですね。で虫がね、でももう鳴き声も弱々しいですね。あのこの間の台風で、結構ね塩水海水がね巻き上げられて、降ったんですね。それでまあ、 あの塩にね、あの強い植物はいいんですけれど、まあ、塩水ですからね、あの植物、まあ、ちょっと難しい話だと浸透圧っていうことなんですけれど、まあ塩水、塩かけられるとね普通植物って枯れちゃうんですけれど、台風がね去った後にはあの街路樹なんかもねよく枯れてるのがあるんですけれど、あれはね塩水ですね。台風が運んできた巻き上げた塩水をかぶって枯れるんですね。ですから、この辺のね、草もねついこの間まではね青々としてたんですけれど、この間の台風24号が去った後はね、すっかり枯れてますね。まあ塩水でね、まあまたすぐね雨が降ってくれればいいんですけれど、雨も台風の後は降ってないですからね。あとそこにねトンビが1匹というか1羽というかねいますね。さっきから声が聞こえてると思いますけれど、まあそんな朝です。とてもね穏やかな、まあ、台風が、あとね富士山がね、うっすらとね、シルエットが見えてますね。まあちょっと今日も本当はこのままぼーっとしていたいような、特に昨日はね少しスコッチをね飲んだんですよ。昨日の夜のライブをねご覧いただいた方はご存知だと思うんですけれど、あの古いね85年くらいで私が20代の頃にね聴いた曲で、南吉高 の曲をね、昨日夜、まあ、そのことを話しながら、まあ、昔話ということで、でまあ、昨日はね久しぶりにっていうかスコッチ飲んだの何十年ぶりかですよ。あの視聴者の方からね送っていただいた、ホワイトホースかな、それをね、ちょっと飲みながらねライブで、まあ、酔っ払ってたんですけどまあそんなわけで、それでまあその後寝てしまいましたけどね。まあ今日の朝はそんなたくさんは飲んでないんで、ただまあ強いお酒なんでね、まあちょっと気だるいですけれど、でもそんな二日酔いってわけじゃないんで。で今日はね水平線がものすごくはっきりしてるんですね。こういう日はねそんなに天気は崩れないと思うんですけれど、まあ、空はね結構雲が多いですけれど、まあ、朝日は今朝は多分無理だったと思いますね。あの登る時にちょっと見えたんだと思うんですけれど、まあ、そんなわけで今朝はね東京湾側には、行かなかったです。まあ寝坊したっていう噂もありますけどね、させん、まあ、ここのとこね朝日も撮ってないんですけれど、昨日はねあのトランスポーターのバイトで夕方、逗子に行った時に、これも夜のライブでねお話したんですけれど、すごいあの夕方の景色、夕景ですかね、それがあのとても綺麗な、場所を見つけまして、まあ、いわゆる、まああれよくあのなんていうんですかね、夜景が綺麗なね場所、ナイトスポットとかそういうのがあると思うんですけれど、まあ、夕空の綺麗なあの遠くに江ノ島が見えてね、すごく綺麗な場所を見つけました。
割とね、まあこの辺もそうなんですけれど、そういった場所がねところどころあって、ただ地元の人しかね知らないような場所ってあると思うんですよね。まあ有名な場所もあると思うんですけれど、まああまりそういうね、雑誌とかネットで紹介されてない場所、まあそういうのを見つけるとね、まあなんか嬉しいですね。まあ機会があればね、また今度そこから、夕空を撮影して、その景色をね動画で皆さんに、もうお届けできればと思います。シェアできればと思うんですけれど、あとね、まあ、本当はね世界中旅すればそういう場所ってものすごくいっぱいあると思うんですけどね、まあ自分が住んでいる近所にもひょっとしたらね皆さんの、住んでる地元にもそういった場所っていうのはあるんじゃないかと思います。同じ景色なんですけれどね、いつも見てるいつもの場所なんですけれど、まあ、その日の天気だったりね、あとまあ時間帯ですごく、まあ、月がね満月が見えるとか、まあ、あと四季、季節によってもね違うと思うんですけれど、そういう場所っていうのはね割とあるかもしれませんね。昨日行った場所もねすぐ近くは私何回も行ってたんですけれど、あんな場所がねあるとは思わなかったですね。でまあそういうところからそういう景色を見ると、人っていうのはこう言葉を失いますね。無条件に感動しますよね。何かそこに行ったからお金がもらえるとかね、何かお腹がいっぱいになるとかそういうことじゃないんですけれど、まあ心の中にまあ何なんでしょう、あれは栄養なんですかね、ビタミンなんですかね、まあ、心のビタミンなのかもしれませんね。電車で例えば都会で仕事したり暮らしてて、で満員電車に乗ってたりね、あとまあ家に帰っても、まあ、ビルの中のマンションで窓開けても隣の、ね、建物の窓とかそんなもの、隣の建物しか見えない、そういうところに暮らしてるとね、本当そういう景色、目をつむってね私が昨日見たようなそういう景色をまぶたの裏で思い浮かべてみたり、あとまあねそういうテレビとかモニターとかパソコンのね画面で見るっていうことはできるんですけど、まあ今私がこうやってねここでやってるみたいにそういうものではなくてリアルでね、リアルで、ま、これは紛れもない現実ですよね。AR 仮想現実ではなくてね、ま、今技術の進歩でね、AR グラスをかけて、そういった仮想現実っていうのを味わうことができるかもしれませんけれど、これは仮想でも何でもないですね、リアルですね。まあ、潮の匂いや、風、そして鳥の鳴き声ね、で空、雲、海、そういったものをね今私は、まあ、これは贅沢なことかもしれません。まあ今日はねそんな話を、7時になりましたね。私はね今日も、また部屋の片付けをして、断捨離も兼ねて何かまたオークションに出してね現金化していかないとちょっと食べていけませんからね。もうあとは服くらいしかないですけどね、売るものっていうのはね。まあ今日はね、水曜日ですか、まあお仕事の方がほとんどだと思うんですけれど、まあお仕事の方は行ってらっしゃい、お休みの方は良い一日をお過ごしください。それでは皆さん、チャオ。